アンジェリカ・ヒューストンはアメリカ合衆国の女優である。1985年の女と男の名誉でアカデミー助演女優賞を受賞したカリフォルニア州サンタモニカ出身。祖父は俳優のウォルター・ヒューストン。父親は映画監督のジョン・ヒューストンという芸能一家に生まれる。母親はイタリア系のバレリーナだった。イボテイのダニーとドーボアニ・トニーもそれぞれ映画監督。 俳優と脚本家になっている。ジャック・ヒューストンは老いである。子供の頃はアイルランドとイギリスで育った。1969年に母親が交通事故で他界。その後ニューヨークに移ってモデルとしてキャリアをスタートさせる。1969年に父親の作品で映画デビューしたが、1970年代になって女優になるために、 本格的に演技の勉強を始めた。1985年には父親が監督した女と男の名誉でアカデミー女演女優賞を受賞した。これにより祖父、父親と3世代続いてのオスカー受賞者となった。1996年にはジェニファー・ジェイソン・リー主演の冷たい一瞬を抱いてで映画監督デビューをしている。 1973年から1989年までジャック・ニコルソンと交際。1992年に著名な彫刻家として知られるロバート・グレアムと結婚したが2009年に死別した。ありがとうございます。